バットが浮いた、キャッチャーダイビングキャッチ、内山、そしてタッチアップ清水、うん、ここはいろんなファインプレーやな、走りました、送りバント成功ぐらいのインパクトですよ、そうですね、内山もよく取りました、そして清水もよく走りました、なんだろうか、江越のこのバントを内山右方向へ打ち上げた、打球が伸びていく、ライト下がってライトブルペンに飛び込んだ、パンチ力あるんですよ内山相馬、日本シリーズでもその前交流戦でもファイターズで、交流戦でファイターズから一発打ってなかったかな、なんか内山の同点のソロホームランが生まれました、はい、昨日から試合に出ています、ランナースタート、いいボールがいった、キャッチアウトです、あのショートバウンドから身のこなしすごいな、キャッチャー内山相馬攻守にわたって今日は大活躍、すごいよこれ、まず横の対戦、初球からいった左中間、打球が伸びていく、レフト追いかけて取りました、レフト内山相馬、あ、何でもできるね彼は、キャッチャーでも好プレー、そしてレフトでも好プレー、そしてホームランも打ちました内山、石井の打球も素晴らしい打球が伸びていったんですが、うん、私は超えたと思いましたね。